はい、プラム缶の中にね3リットルの水が入りました。これから、中を水蒸気でいっぱいにするために下から、火でね、ちょっと燃やして、中身を溜めていきたいと思います。はい、 95.5 もうちょっとですね。この辺でもうほぼ100度ということで、OK ですね。はい、では蓋をしたいと思います。さあ今中の水蒸気が冷やされてですね、小さくなって真空状態になっている。さあしっかり見てくださいね。見逃さないでくださいよ。はい、大気圧の力で見事にドラム缶が潰れました。はい、それではドラム缶にもう一度大きな拍手をお願いします。